じゃあそっか使うんですけどやめてください。くるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。肉食ってるくるぶしです。俺は食ってる。ちょもちょです。外でもそのボリュームでくるということで外から気持ちいい。超気持ちいい。懐かしいなそれ。今日は何ですか？今日はですね、まあ我々本当にくるちょもチャンネルを始めてからというものカメラ小僧になったじゃないですか。そうね。耳にタコですよ。こんなにカメラそうですか？やってはいたけどここまで勉強もしなかったやろうし、こんなにのめり込むこともなかったから、音楽と写真は一緒やるんやろうなっていう感じですよね。ここまでの動画で高評価1個お願いします。この前の動画でもちょっと出ましたけど、くるちゃんの愛機、富士の最強名作 X-S10、あれに合うレンズをちょっと今日紹介したいなという動画になるんですけれども、上位機種で使ってほしいこのレンズを今日は紹介していきたいと思います。ということでこちらですね。 XC50-230 こちら富士の中での標準の望遠のズームレンズですよね。 50mm から230mm まで、結構ですよね。なんかよくあるこういう望遠のズームレンズって大体 50mm から 200mm とか APS-C サイズだと30多いわけですね。230ってフルサイズ換算すると345mm。だから結構でかいズームレンズ、あれとかも400とかなんで、それに近しいとこまでいけるってことですもんね。すごいね。すごいよね。F 値が 50mm の方だと 4.5 からスタート。ちょっと待ってください。ソニーユーザーです。230までいくと 6.7。はいはいはい。までちょっと絞っちゃうのかな。でもそう6.7って別にそんなよう暗くないですよね。そうね。暗くないし、まあそこはシャッタースピードとかでいろいろ考えてもらって、6.7 だとボケねえんじゃねえのっていう心配があるかもしれないですけど、侮ることなかれですよね。ああそうですね。230mm までやった時の圧縮効果でボケボケですよ。まあこの後ちょっとね作例見て。ね、作例見てもらうんですけど、どうですかこれ使ってみて。今まで持ってなかったんですよズーム。これ手にしてからだいぶ幅が広がりましたね。写真のね、満月の写真撮ってたもんね。満月撮りました。これです一気になんかまたさらに楽しくなったんです。いやー、そうやんね。大満足なレンズになってます、ね、しかも S10 と合わせた重量って1kgないんやっけこれで。全然ない。どうです？あ、今ねちょっと下にあれつけちゃってるんですけどそれでちょうど1kgぐらいじゃないかな多分。なんか女の子でも全然ね。あ、全然いけます。全然いけるよね。マジおすすめ本当に。じゃあちょっとね作例も見つつ撮影風景なんかも見ていただこうかなと思います。ということで撮っていきましょう。撮影してきましたけど、楽しかったね。カワセミに会える奇跡も起きましたしね。なかなか会えないみたいですよね。俺らのとこちょうど来てくれてね、いい子でおとなしくてね、すぐ行っちゃうかと思いきや。いくつかこう作例と、あとズームどんぐらいできるのかっていうね、動画も一応撮っといたんで、そちら見ていただければかなり使いやすいです。レンズ自体にも 3.5 軸の手ブレ補正が入ってるよね。あ、そうなんだ。この方はソニー S10 の5軸と合わせると結構ブレないね。230側にしてもまあまあブレない写真が。すげえな。そうなんだ、知らんかった。標準の望遠ってだけあって、そのめちゃくちゃ高いわけじゃないんですよね。僕いくらかちょっと飲んじゃうから望遠1本ってなった時に不自由だの皆さん、これ絶対持ってた方がいいかもしれない。ぜひぜひ、他の XF よりは多分買いやすいんでしょう。全然買いやすいと思う。ただ XC と侮るなかれ、改造感もすごいいいし、ボケ感もすごいいいし、本当に最高でした。しかもなんかこの S10 とのなんかその見た目の相性もすごいいいよね。もう最初から一緒に作られたみたいなね。本当そうです。素晴らしい。素晴らしい。ちょっと富士欲しくなるぐらいのこのセット。ね、これ一本持っているだけでちゃうと思いますよ。僕みたいに最初まあレンズキットでいいかなっていう感じで、ダブルレンズズームキット選ばなかった人も後でこれちょっと買い足してみてください。全然いいと思う。それでもね。俺はちょっとひよった男なんで。やっぱあったらいいなって思いました。最短焦点距離が1メートルぐらいなのかな。なんかそんな寄れないけど、そうだね。まあでもそのポートレートでも50ミリから始まるから、そもそもがポートレートぐらいのね価格で始まるから、全然いけます。使いやすいと思う。なんか旅行とか行くならそれ1本だけでもね全然。こうマストです。いいよね。いいわ。かさばるけど。ちょっと長いけどね。まあこのぐらいですけどね、非常にいいレンズだと思いますんで、皆さんの素敵なカメラライフのあれになれば幸いでございます。お散歩楽しんでいきましょう。お散歩楽しみましょう。はい、今日は XC50mm、230mm、F4.5、6.7 のレビューでした。ありがとうございました。くれたのは消えない甘い香りだ。軽い方だと思います。全然すごいね。もうしこれちゃうけど。